こんにちは、カリーマンです。今日は、エアスパイスのバターチキントマトカレーを作っていきたいと思います。バターチキンカレーをね、ちょっと最近よく作ってるんですけども、割と人気なんでしょうね、このバターチキンカレーっていうのは。で、バターチキンってね、一言で言っても、お店によって全然違うし、作り方とか、配合とか、もう全く違うんで、これがバターチキンっていうね、ものの方が世の中多いかもしれません。で、まあ、いわゆるインド人がやってる、カレー屋のバターチキンカレーっていうのは、なんかチキンティッカっていうんですかね、なんかタンドリーで焼いたチキンを、まあ要はちょっと香ばしいっていうか焦げがついたような、そういった肉をそのまま使ったりしてることが多いので、肉自体がすごく美味しくて、割とトマトの配合が多いみたいな、そういう印象があるんですけども、そうじゃない、バターチキンもありました。で、今回作るこのバターチキンカレーがどうなのかっていう話なんですけども、ちょっともうね、よくわからないんですけど、ココナッツファインを使って、ちょっと風変わりな味みたいな、ユニークな香りを重視したっていうところがポイントになっています。はい、これ、ジャーナル。これを今回はちょっと読むのをやめてるんですけど、まあ一応軽く触れとくと、クローブのことを書いてます。スタータースパイスっていうか、はじめのスパイスにですね、シナモン、クローブ、スターアニス、カロンジっていうね、ちょっとこう特殊なものも入ってて、こんな感じになってます。これがスターアニス、シナモン、クローブとカロンジみたいなっていうのが入ってて、まあ、その辺で最初香り付けしていって、ニンニク、生姜、トマトピューレ。今回、トマトピューレと、それから、マーマレード。これを使っていきます。で、あとはニンニク、生姜、プレーンヨーグルト。あと、生クリームっていう。100ml の生クリームがちょうどあったので、こちらを使います。トマトピューレはなんか3倍濃縮タイプみたいなのを使おうみたいな書いてるんですけど、これはですね、あ、書いてました。3倍濃縮タイプ。お、よかったよかった。それでは早速作っていきましょう。まずですね、鶏肉を皮から焼いて、で、焼けたら、粗熱を取って一口大に、カットして、ボウルに置いておきましょう。僕はね、結構皮をパリパリに、どうせ皮まで使うなら結構パリパリに焼こうかなと。今日玉ねぎ使わないですよね。で、これを一口大に
気に入ります。皮からものに焼くと結構ボリューム満点の肉の塊が作れるんですね。固まるから。ちょっとね、大雑把に切りました。はい、でこれを、ちょっと一旦、ボウルに移します。肉を炒めて、一回出して、その空いた鍋またはフライパンに、バターを入れて、で溶けてきたら、はじめのスパイスを入れて、ニンニク、生姜を入れて色づくまで炒めると。2am in the car playing my favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night speaker. ちょっとこのバターを溶かしていきます。一人当たりどうですかね、 10g ぐらいの感じですかね。だいたい 4人前ぐらいで 40g 入れるパターンが多いので、生姜とニンニクはチューブを使います。ニンニク焦げないようにね。生姜が大さ、2かけらぐらいなんで、まあ生姜の方が多めですね。で、ニンニクが一かけら、まあお好みですでもこの辺はね。でまあそんな感じで、初めのスパイスね、これは、まあ、さっきも言いましたけど、スターアニスとクローブ、シナモン、カロンジかな。で、ちょっと炒めていきます。トマトピューレを入れて、ささっと混ぜ合わせた後、ヨーグルトを入れてまた混ぜ合わせると。で、そこで、中心のスパイスっていう、その、まあ、パウダースパイスを入れていって、全体を絡めていくと。トマトピューレを入れていきます。ヨーグルトは 100g、ね、塩小さじ1強、強ちょっとどんぐらい ?1 強って言ったらちょっと多め。小さじ1とちょっと。と、それから、中心のスパイスっていうね、スパイスを入れていきます。赤いからわからねえ。ここでココナッツパインか。ここでココナッツパインですね。さっきのバターの香りでしたね。ちょっと全体、あ、確かにココナッツパインかなりくるな。水を注いで、それで鶏肉を戻して、それから煮込んでいきます。
で、水。水は200から250、まあ200ぐらい入れて。で、ちょっと中火かぐらいで煮込んでいきます。ちょっと今日はね、肉大きめです。で、まあしばらく煮込んだら、今度はマーマレードを追加して、さらに煮込んでいきます。じゃん。マーマレードを、小さじ2杯入れていきます。どんな味になるんだ？で最後に、生クリームとローズマリーを入れて、仕上げます。オープン。うわぁ。なんかまあ、いい感じのサラサラ具合。だいたい5分ぐらい煮込んだんで、生クリームを投入です。生クリーム入れます。おりゃーっとばおぉ。おぉ、バターチキンっぽくなってきた。で、ローズマリーを入れます。一枝入れて、煮込むと。その時に、残り 50ml の水を入れます。じゃーんと。これで一応全部、入れるものが入ったかなということで、さらに、ちょっとここからまた蓋をして、だいたい5分ぐらい煮ます。もういいかな、だいたい4分ぐらい味見。塩がね、ちょっと今日よし、OK、完成しました。じゃあ盛り付けていきましょう。 I once loved a girlShe don't love me anymore. And the pain it comes in waves like it's washing me up on the shore. I thought we were happy. Guess I thought too much anyway.Now that she's leaving, I kinda wish that she would stay. And I know I drove you crazy. Sometimes you'd even hate me. But baby, I thought we had something. Was I今日はバターチキン、トマトカレー、これを作ってきましたけど、結構、まあ、クリーミーさがちょうどよくて、トマトの感じもちょうどいい、なんかバランスが取れたバターチキンカレーだったと思います。ただちょっとこの塩の配分が、これ確か1杯強って小さじ1強ってなってたんですけど、小さじ1強で強の部分を少しちょっと入れすぎたかもしれないんで、小さじ1か、まあそれよりちょっと少なめでもいいのかなと思いました。
まあその辺はちょっと水の調整やったらいいかなと思うんですけど、結構おすすめの美味しいカレーに仕上がる感じでした。ぜひ作ってみてください。それでは今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。Tell myself I don't miss her, but I keep looking at your picture.